ます。3月16日の朝は6時半です。おはようございます。おはようございます。海辺の朝焼け、ちょっと綺麗ですね。そんなにまだ太陽雲で隠れてるっぽいですね。今日もいいお天気になりそうですが、雲はそこそこ多そうですね。思ったより風がないですね。昨日の方が全然ありました。海辺なのに全然風がありません。今は風切り音がなくていい感じですね。今こちらですね。ということで今日はジョギング大会の当日です。昨日判明したんですが、私6人でリレーで出るんですが、あれめっちゃ寝ぼけてますね。リレーで出るんですが、ハーフの距離を6人で走ります。そして中継ポイントが6人で走る、まあ、5箇所あるんですけど、最初の人はスタート地点がないので、その中継地点まで送迎は各自でするらしくてですね、僕たち6人しかいないので送迎を自分たちでしなければいけないという状態になりまして、実際に車はレンタカーを借りているのであるので、どうしようかと悩んでました昨日。結論としては第一走者をまず落としてスタート地点で、残り5人で第二中継地点まで行く。で、第二中継地点で2番走者が僕なので、僕は降りて車はそのまま第二中継地点で待機。そして1番が第二走者にバトンをタッチして車に乗り込み、第3走者のスタート地点まで車で移動するっていう、結構ギャンブル的な方針に決まりました。最初に2番走者がぐるっと全員を落として、2番走者のところスタート地点に車を置いて、1番走者が車に乗り順番に拾っていくっていう案もあったんですが、そうすると実際5番走者とかが来るのが1時間とか下手すると2時間とかスタート地点で待たなきゃいけないので、それは過酷だろうということで、今回ギャンブル的にゴールした人を乗せて、走ってる人を車で追い抜いて次の走者のスタート地点まで移動するっていう方法に変わりました。そんな方法でやっていきたいと思います。にしても風がないといい景色ですね。ということで今日もマラソン大会頑張っていきます。寝ぼけ顔ですいません。本当にさっき起きたところです。それではおはようございます。2度目のおはようございます。寒い、太陽が昇りました。思ったよりいい天気です。7時半過ぎましたので、そろそろ朝ごはんタイムに入っております。気持ちいいですね。めっちゃいい天気です。まだ風やっぱり弱いですね。なかなかジョギング日和になるのか、ちょっと暑いぐらいになるのか、楽しんできます。ここまで来るといろいろあるんだ。給水所、入場口までお越しください。道内参加者の、はい、ということで第2チェックポイントまでたどり着きました。僕はここから走ります。見えないな、灯台はそこにあります。灯台のところからスタートです。なんか鳥居があるんですけど、そしてみんなまだここにいます。肉から
ロックまでの人は5人で、一区の先輩は一区で落としました。すぐ向こうが飛行場です。この飛行、おー、めっちゃ近く飛行機が着陸してきました。鼓膜がスタートします。ライバルの小学生がいます。半分以上はリレー走るのは小学生みたいなんで、ライバルも小学生たちです。あと中学生も2組いたかな。でここから4キロぐらい走って、さあこの人に渡します。それでは頑張ります。あ、なんか高尾さん皆さんその辺見後ろぐらいかな。この子に追いつきそうだったんですけど、ゴールしました。しまった。動画が撮れませんでした。間に合わなかった。ゴールでーす。全部何時間だったの？時計がどこかにありそうですが、2時間切ったのかな。全員でゴールできました。今舞台がブラダーズで、ゴールしました。それではゆっくりお水でも飲んで、ちょっとゆっくりそういうところ。出ませんが、今舞台では地元のバス会社、バスのなんか共同組合みたいなものがショッカーゴレンジャーショーみたいなやってます。ということで、ジョギング大会に参加するとお昼ご飯もついてまして、ちょっとしたお弁当をいただけたので、お弁当とビールを一本飲んでびっくりしてました。でみんなのんびりしてるので、ちょっと関係です。小学生たちがちょうど公園でやってるので、上に展望台もありますね。結果僕らのチームは6人でハーフを1時間55分何秒か忘れましたが、1時間55分でゴールです。一人で走る全然早いですね。一人でハーフ2時間切りは一番調子良かった時でできてたのかな。でもかなりきついペースです。なんとか楽しく全員ゴールすることができました。なかなか楽しかったです。でなんか歌詞的なもんですかね。トリーとなんかエコーラみたいな感じです。なんでしょうか。傘の新風そう、あと略す文字が消えていてちょっと分かりませんが、みんなのんびり過ごしています。
って一人コスメラブに友達がいるので、さっき会いました。よく来たね、何にもないよって言われちゃいました。今一度その子がいるので遊びに来たこともありますが、確かに何か特別なものがある島ではないですが、基本的には沖縄の離島と同じような雰囲気ですね。のんびりとした海を眺めながらゆっくりするっていう雰囲気ですね。いててあいたた、こてつがさっきの子供たちがどっかに、海ですね、綺麗ですね、海岸です。みんなジョギング大会を終えてのんびり遊んでおります。いい景色です。そしていいお天気です。ほんとジョギング大会日和でした。気持ちよかったです。ということでジョギング大会終了です。最後はちょっと景色を見てお楽しみください。よろしくお願いします。それではバイバーイ。